皆さんこんばんは。こんばんは。吉田司会の風です。こっちです。はい。今日は吉田忘年会をここ吉祥寺のグラントリアノで開催をしております。すごく雰囲気のいいお店ですね。で今日はこちらのお店貸し切りということにさせていただいておりまして、グラントリアノンのママの玉木と言います。はい、玉木です。よろしくお願いします。料理は持ち込み制になってます。皆さんご存知の佐藤のメンチカツ、これを並んで買ってきてくださった方がいらっしゃいます。このパン、ぶどうパン、これ何でしたっけ。ぐっち、ぶどうパン5時間かかって作りました。手作りのぶどうパンです。発酵からすごい。こういった持ち込み料理で忘年会したいと思います。私たち2人だとね、ちょっと寂しいんで、今日はたくさんのゲストの方々に来ていただいてます。まずこの方から、キチテレの忘年会といえばこの方です。吉祥寺のアングラデザイナー、ジョージさんです。わー、1年ぶりですよね。はい、1年ぶりです。去年もありがとうございます。ありがとうございます。なんかショートヘアになって先生、ショートヘアになってみたいな。ちょっとまた上手いですね。グッチさんは、はい、もう生命体が変わりましたよね。そうですね。違う次元のなんかまた宇宙人になられまして。ありがとうございます。吉祥寺発の音楽レーベルを立ち上げたりとか、はい、ご活躍でしたよね。はい、なんか楽しんで動画とかもお上手じゃないですか。ね、趣味なんですよ、ね、趣味なんですか、はい、好きなんですよね、はい、ということで、これから月1回ジョージの部屋を開催することになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しいですよね。ありがとうございます。ということで、皆さん楽しみに、来年から月1回ジョージさんのお部屋が始まります。はい、次の方ご紹介したいと思います。吉祥寺のお子様はムックさんより。どうしてメルモさんはキッテレの忘年会にお越しいただいたんですか。そこの店のママのつけて。聞いてらっしゃいましたよね。ムックの部屋も今度開催、月一で開催するんですけど。それ全然聞いてなかったんですまたコンテンツが増えてきて嬉しいですね。そうですね、はいはい、で今までちょっと自分作しい男子と女子だったんで、ちょっと可愛い女子をご紹介したいと思います。女優の酒井沙耶香さんです。サイカさんがいらっしゃるだけで空気が、ね、綺麗になります。浄化できてます。さすがです。浄化ってほどあれでもね。サカイさんに会いたい方はゼノン酒場によくいらっしゃる、はい、夜が多いんですかね。バイトでいるので皆さん来てください。ゼノン酒場です。はい、ぜひ。来年はキチテレのレポーターでも活躍いただけるということで。もうぜひ。ありがとうございます。事務所 OK ですか。まだ OK だと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。先月11月15日に公開されたんですけど、私のデビュー作の映画エンジェルサインっていう映画なんですけど、もう映画館での上映はもうされてないんですけど、ネットで配信してるので、エンジェルサインの公式ホームページから皆さんどうか見てください。あれですよね、ボンビーガールで吉祥寺で2万で住めたらみたいなところで、ね、探してなので、まだで吉祥寺あんまり詳しいなんかディープなとことか行ったことないので、だから大丈夫ですよ。メンバーもすげえディープだから、はい、でも逆にディープなとこしか知れなくなっちゃうかもしれません。あ、もうそれで幸せでした。じゃあ一緒に頑張っていきたいと思います。もたけないになってきたところで乾杯したいと思います。じゃあ乾杯。メリークリスマス。メリークリスマス。じゃあようやく本題ですが、キチテレの今年の1年を振り返ってみたいと思いますが、このようになっております。活躍してるんですよ。そうなんです、頑張ってました。ジョージさん、いかがですか。はい、なんか結構今年深い作品多かった気がしたんですよ。私は市長に会いに行ったのがすごい印象に残ってます。吉祥寺テレビジョンキチテレってご覧になったことありますか。はい、見たことあります。ありがとうございます。こちらなんですかね。そうでしょ。グッチは。そうですね、やっぱりショート動画コンテストで猫チューバーが出たんですね。こんばんは、吉祥寺テレビジョンだよ。サイカさんどうですか。ごめんなさい、食べてた。おでんがすごく美味しい。ありがとうございます。個人的なベストショット的なもので言うと、お二人のその宝船
に潜入するタイミングがあったじゃないですか。あれのドアを開ける直前にカジさんがピコーンって叩いたじゃないですか。そのそこが僕一番ハマってクソ受けるみたいな。大きな声出すからだよ。こっちこっち。ちょっと開けまーす。さすがウォッチャー。私も忘れてることを。なんか結構僕、キチテレの密着系好きかもしれないです。あー、密着頑張ろうかな。ガッツリ、特におみこしのやつとか、若干感動まで覚えるような。年後27年に、ね、こういうお父さんたちが買ってくれたわけだね。この人たちがおみこしを買って始めた人たちメンバーです。僕、完全にシュール番組だと思って見たんですけど、なんでこれみたいな。なんかめちゃくちゃいいみたいな。ドキュメンタリーです、ね、メンバーより見てる。ちょっと表彰を指揮したいですね。ありがとうございます。キチテレ的に言うと大きな変化を遂げた1年かなと思っていて、ビジネスプランコンテストの出場をきっかけにありがたいことにスポンサーがつきました。嬉しい、ありがとうございます。スポンサーの2社の方にお越しいただきました。ありがとうございます。先ほど軽くご案内させていただいたんですが、そこのイケメン、はい、株式会社バンブーのたすけさんです。わー、若き青年実業家のたすけさんがどうしてキチテレなんかにスポンサーになっていただいたんでしょうか。たまたまネットでこう見てたら、うん、すごい面白いことをされてる方がいるなと思って、はい、直接メッセージさせていただいたんですよ。そしたら、なんか今こういうグランプリやってるよみたいなことを聞いて、ちょっとご支援させていただこうと思いました。ありがとうございます。今すごい頑張ってらっしゃるのが男性の脱毛。うん、そうですね、はい、すごくそうなんですよ。PR されてらっしゃるなと思って、うん、クールビースト吉祥寺店と言います。お、場所で言うと大体その歩いて30秒とか。30秒ぐらいですね。その体験レポーターを務めてもらう男性を今日は決めたいと思うんですが、選びたい放題ですよ。いや、めっちゃ入ってるわ。年内に23か24日にお店を訪問できる男性。知ってますよ。あ、寂しくイブをですか。ちょっと寂しくしてるやつがあそこに一人赤いのをクリスマスからガンガン出してる。ゆうへいが。いざそういうの大丈夫ですよね。おっ、おとといぐらいに別れたので。デートは決まりました。デート決まったね。では最後に、はい、ジョージさん、キチテレの絵の来年の抱負とか教えていただけますか。でも本当にローカルの方々に密着する感じすごく楽しかったので、そのあたりとかぜひ密着系見てみたいかなと思いました。ありがとうございます。楽しみにしてます。頑張っていきます。ありがとうございます、はい、では最後どうしますかね。どうやって締めますかね。もちろんキチテレの歌を、テーマを。キチテレのテーマ、歌ですか。皆さんで歌って。しょうがない、これ配りますね。どうぞどうぞどうぞ。あるんだ。どうぞどうぞ。ありますから。これ回しててください。はい、後ろ2人分です。ではグッチよろしくお願いします。はい、いや、これわかった。だってメロディーわかんないでしょ。バンドったんじゃない。新興シップだ。自然豊かな人が いいのかしら。行列グルメいっぱい楽しそう旅館もあるよ。子供も大人も楽しめるいいのかしら。笑顔が溢れるキチジョージー、キチジョージー、キチジョージー、テレビジョン、テレビジョンだよ。イエーイ、ありがとうございます。では皆様、来年もいいお年を。ありがとうございます。ご立派。